皆さんこんにちは、豊田ことです。本日4週目になります。4曲目ということですね。どうでしょうか。過去3回のリール3曲、頑張ってますでしょうか。まだそちらをやってらっしゃらない方は、ぜひそちらから1曲目から順に、やっていただいた方が良いと思います。どうしても最初が一番丁寧です。最初が一番、ゆっくりやってますし、装飾なんかも細かくやってます。それがだん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 回を重ねると、すでにやったこととして先に行ってしまいますので、ジャンプして今のこの曲から行かない方がいいと思います。1曲目からぜひ頑張ってください。そしてタイミング的にはどっちが先かな。3曲リールを、セットで通してフルート1本で吹く、動画だけはとりあえず、アップ、この動画が出る前にアップしてるか、この動画の後にアップするかちょっと分かりませんけれど、それだけ出します。で、今ゆっくりめに吹いてはいるんですけれど、人によってはそれでも早いなっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。で、そういう場合はですね、僕はコメントをいただいて、そういうご指摘じゃないな、そういうことを教えていただいて気がついたんですけれど、この YouTube って、再生スピードを変えられるそうですね。そうするとなおゆっくり、さらにゆっくりということが可能ですし、逆に早くすることもできるんじゃないかなと思います。ぜひ、そうやって一緒に合わせてやってみてください。あと一応今のところ無伴奏でやってまして、その3曲通しのやつですね、フルート1本でやってますけれど、まあね、それ伴奏入れたらさらにセッションっぽい雰囲気を、コードも含めて感じられてやりやすいんだろうなと思うんですけど、結構大変なんですよね。しんどいんですよね。そのフルート1本3曲をかなり僕にとってはゆっくりなスピードで、かつリズムを生かした状態でやるって、もう普通のスピードで、速いスピードでやるよりも結構集中力をぐーっと使うんですよね。で、やってるうちにだんだん何周だか分かんなくなってきたりして、3回ぐらいテイクを取りましたっていうのは、1回目2回目ですね、最後の1曲だけ4周やってたり、真ん中の曲だけ4周やってたりとかね、3回すら数えられなくなっちゃうんですよね。まあ、そういう感じなので、そこに伴奏もつけてっていうのを自分で課していいのかっていうところですね。これからコンスタントに同じことをやっていくにあたって、それを延々、52曲つまり13セット分やれるかなって、ちょっとあまり自信がありません。まあ、時間があればやりたいですけれど、あるいはどなたか伴奏できますよっていう方、ギャラは出せませんが、伴奏つけていただいたら、それをこちらでミックスするっていうことは可能です。はい完全にボランティアベースですけどね。我こそはという方はぜひお知らせください。では早速今日の、曲やっていきましょう。今日は、リール3曲終わって次のセットです。ジグです。ジグは8分の6拍子の曲、アイルランドの、ダンスの、曲、ダンスチューンの中で2番目に多い、種類の曲になります。タカタ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 、こういう曲、こういうリズムですね。はい。で、リズムはですね、8分の6拍子って、楽譜通り本当に譜面通りにっていうきっちりやると、タタ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 タっていう風に均等に、3連符というのかな、均等に3つ、3等分になっていくわけですけれど、ジグは、リールでも若干若干というかかなり歪みがあって、その話はリールの時はまだしてないんじゃないかなと思うんですけど、ジグも歪みがあります。ヤカタヤカタタ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 カタ、なんとなくわかりますかね。ちょっとだけ前に寄ってます。ハンプティダンプティ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 、
こういう感じで少しだけなまってます。リズムが歪んでます。これがないと、ダンスのグルーブ、踊りやすくなるグルーブっていうのが出ないんですね。なので、まあ、ゆっくりではありますけれど、多少僕がこのゆっくり今から吹くのもその歪みが入っているもんだと思ってください。こいつリズムおかしいんじゃねえかと思わないでくださいね。まあ、おかしいんです、要は。みんなおかしい世界ということなので、特にクラシックでこう均等に割る訓練を受けている人たちほど最初は抵抗あるんじゃないかなと思います。ではやってみましょう。今日やる、曲はですね、コナハトマンズランブルズという曲ですね。合ってるかな。これはさすがに撮る前に確認しろよって話ですけれど、多分合ってると思います。コナハトマンズランブルズですね。はい、コナハトマン、コナート、コナートとかコナハトっていうのはアイルランドの北西部、アイルランドをこう縦横十字にこう分けた時の北西部の地域のこと、コナート地方って言いますけれど、はい、ではやってみましょうか。こういう曲です。こういう曲、ゆっくりやってみましょう。ゆっくり一緒やります。はいはい、こんな感じです。普通にシンプルに A メロ、 A メロ、 B メロ、 B メロという順番の素直な曲です。では早速 A メロからやっていきましょう。 A メロの最初のフレーズは、ここまで、歌うとファーララレララシラシレラソファーです。ファーララレララシラシレラソファー、一緒に歌ってみましょうか。いきましょう、どうぞ。ファーララレララシラシレラソファー、にどうぞ。ファララレララシラシレラソファ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 にどうぞ。ファララレ
ララシラシレラソファラスト どうぞファララリララシラシレラソファはい大丈夫ですかね、まだ危ない人は戻ってくださいね指つけますファ今歌がだんだんごめんなさいピッチ上がっちゃってましたけどファーンファーン指はこっからファーラーラーレーラーラーシーラーシーレーラーソーファーという感じになりますでファーラーラってこれカットを入れてもタンギングでもどちらでも構いません、僕両方使いますうん、結構ねタンギング僕使うんですよね。なぜかっていうと割とあのリズムがシャキッとあのそのジグの歪みに合わせてちゃんと乗ってくれないとなんだろう装飾ここにカットを入れるってね結構甘くなりやすいんですよね。それで僕は割とタンギング3つ目はカットを使わないケースが多かったりします。カットをする人はファーラーラですね、人差し指ファーラーラーレーラーラーでここで上がるカットシこっちの方が大事だと僕は思います。シーって、人差し指を開けてドを経由してシーラーもう一回シーレーラーソーファーここのファに行くときに若干ミを経由してるかな。ミっていう。ミじゃミファかな。ミファっていうふうにね、そういう感じです、で、タンギングについてはジグは、1つ目と3つ目に基本してます。つまりタータ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 っていう感じです。2つ目の音はスラーです。一つ目がまずぶっちぎりで一番大事。タヤタ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 。それに続いて三つ目がタヤタ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 タって結構大事になってきます。二つ目がケチョンケチョンに弱いのでその分がこう詰まってきて前に寄ってるっていう感じですかね。はい。では歌と指でいきますね。ファーラーラーレーラーラーレーラーラーシーラーシーレーラーソーファーです。はい。あ、装飾やばそうだなっていう方はあのそのまんまでも構いません。いきましょう。どうぞ。ファーラーラーレーラーラーシーラーシーレーラーソーファー。どうぞ。ファーラーラーレーラーラーシーラーシーレーラーソーファーに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 どうぞ。ファーラーラーレーラーシラシレラソファーラストどうぞ。ファーラーラーレーラーラーシラシレラソファー。はい、大丈夫ですかね。じゃあ吹いてみましょう。です、いきましょう。どうぞ。
うん、多分白頭の今上がるカットしか入れてなかったですね。まあそれでも全然十分。でもここが一番欲しいかなっていう感じです。もう一回いきましょう。ダーダー。ダーダニーダーダニーダーダニーダーダにだだにだだラスト2回だんだラストだだできましたか。次のフレーズに行きます、今のフレーズからつなげて2フレーズ目にまで入ります。2フレーズ目だけ吹くとになります。ファーラーラファーラーラレファミレシシラソファです。はい、歌ってみましょうか。ファーラーラレファミレシシラソファいきますよ。どうぞ。ファーラーラレファミレシシラソファもう一度。どうぞ。ファーラーラレファミレシシラソファにどうぞ。ファーラーラレファミレシシラソファどうぞ。ファーラーラレファミレシシラソファにどうぞ。ファーラーラレファミレシシラソファにどうぞ。ファーラーラレファミレシシラソファどうぞ。ファーラーラレファミレシシラソファラストどうぞ。ファファ大丈夫ですかね。ここに指つけます。ファーラーラあるいはタンギングレ真ん中の、ね、レなのでここ開けます。レし上を締めてレファミレシここはカットほしいですね。シラソファそうそういきます。ファーラーラレファミレシシラソファという感じになります。では一緒に行きましょう。歌と指です。どうぞ。ファーラーラレファミレシシラソファに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 どうぞ。ファーラーラレファミレシシラソファラストどうぞ。ファーラーレファミレシシラソファ OK ですかね。大丈夫ですか。はい、では楽器に移しましょう。
ります。行ってみましょう。どうぞ。にー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 どうぞ。ラスト、どうぞ。はい、まだ追いつかない方は必ず戻ってください。さあ、では、一フレーズ目とつなげます。二フレーズ連続ですね、つなげると、さあ、もう鋭い方はお気づきになりましたかね。2フレーズ目がさっきと形が若干変わってます。何が変わってるかっていうと、ブレスが入ったんですね。で、このジグのブレスの位置っていうのは、ジグのリズム 1,2,3,4,5,6 タカタタカタってなってる 1,2,3,4,5,6 の2か、まあ、5、ほとんど2ですけどね、2を削って吸います。間違ってもクラシックのようにタララディダダダガタディダタダラタってやったら、もう次の頭遅れてっちゃうので、こうなったら、ダンサーさん激おこでございます。実際に激おこにはならないかもしれないですけど、なんでしょうね。いや、そこがアイリッシュの、セッションとかダンスとか怖いところで、はっきり文句は出てこないですよね。裏で何を思ってるかわからないみたいなね。はい、ムッとはされると思います。遅れてったらね、そこで踏み込みたいのにってなるので、なので歌で言ったらファララレララシナシレラソファラレファミレシシラソファっていう風に、ファララの2つ目のラを削ってファラレファミというふうにブレスをします。というわけで、ブレスを込みの歌で、1フレーズ目2フレーズ目をつなげて歌ってみましょう。どうぞ。ファララレララシラシレラソファラレファミレララソファレシシラソファ、失礼しました。もう一回いきましょう。どうぞ。ファララレララシラシレラソファラレファミレシシラソファですね。はい、指もつけましょうか。どうぞ。ファララレララシラシレラソファラレファミレシシラソファ。そうそうそう。で、まあ今これ歌ですし、それからホイッスルになった時にもうちょい人によっては息を使わなくて、まあこれ笛にもよりますけどね、どれぐらい息使うかって。細い笛になればなるほど息使わなくなりますし、太い笛になればなるほど息使うわけですけれど、この時点でまだ全然息余ってて、もうここで吸うとかえって苦しくなるっていう方は、例えばここまで引っ張っても構いません。ただ覚えておいてほしいことは、前も言ったかもしれませんけど、ワンフレーズを長くすればするほど良いという価値観は全くありません。むしろ不自然に長くすると聞いてて息苦しく感じるっていうか、マイナスになったりするんですよね。なので
適当なところで吸う、苦しくなるまでフレーズをキープしたりっていうことはまずないと思ってください。このワンフレーズ、たったワンフレーズを長くキープしたところで、この先延々このテンポで続いていくわけで、でしかもそれが2時間3時間続いていくわけですから、そこで苦しいのこう一粒を積み上げたくないんですよね。ちょっとでも苦しい瞬間は作りたくない。そのためにこまめにこまめに吸うっていうことですね。まあ、ブレスについては過去動画を上げたような気がします。ちょっと定かでありませんけれど、それを見ていただけると、笛を吹いてて苦しいっていう感覚を少しでも減らせるんじゃないかなと思います。さあでは、楽器に移してみましょう。いきます、どうぞ。今僕両方吸いましたよね。それぐらい吸っても構いません。で、吸うときに要するに目いっぱい吸わないってことです。そして目いっぱい吐かない、こうやって会話をしているときとあんまり変わらないぐらい、7割3割ぐらいの間を行ったり来たりする限りは息は苦しいなんてことはないと思うんですね。もう一回言ってみましょう、どうぞ。そう、もう一度、どんどん。に、どんどん。に、どんどん。で、このタイミングでこの話をしていいのか分かんないですけれど、リールの時にロールという装飾をやりましたよね。カットとタップを組み合わせた装飾、これジグでも使われるんですね。で、今この曲でも例えばこういうところで使えちゃったりします。シーラーシーってやってたのっていう感じでですね、シーシーシーで、ロールはジグになるとジグのリズムの中に組み込まれなきゃいけないので、リールの時に使ってた、ロールとリズムが変わってきます。そこは注意です、注意が必要です。ハンプティーダンプティーになるようにジグのリズムでロールが使えるということになります。はい。で、今シーラシーってなってますよね。シーラシー、シとシの間にラがあるっていう、こうちょっと刺繍したような感じになってるっていうのかな。そういうところはまあシーシーって伸ばしても一緒になるわけで。で、あ、やばい、くしゃみが出る。すいません。はい。そういう場所っていうのはロールを入れやすい場所になります。ただ気をつけなきゃいけないのが、リールの時にもお話しましたけれど、そういう場所はブレスをしやすい場所でもあります。さすがにね、初めてこんだけすぐブレスをする人はいないよっていうふうに出るかもしれ、思われるかもしれないんですけれど、これ繰り返してきた後の同じ部分だと全然可能性はありますので、その時に、ブレスを優先してください。絶対にロールを優先しないでください。ロールを優先して息が苦しくなってってなってくると、音楽どころじゃなくなってきますので、ブレス最優先、ついで、ロールを入れるか入れないかっていう話になってきます。はい。1フレーズ目、2フレーズ目、もう一回だけいきましょう。どーどー。
礼しました。ロール入れたバージョンどうぞ。こんな感じです。大丈夫ですかね、危ない人は戻ってください。その次のフレーズに行きたいと思います。3フレーズ目です。今1フレーズ目から連続でやってみました。3フレーズ目まで入りました。3フレーズ目だけ弾くと、こうなります。途中までは1フレーズ目と一緒ですね。ファーラララララシラシレまでは一緒です。レミファソって最後上がっていきます。ここだけ歌でいきましょう。どうぞ。ファララレララシラシレミファソ、そうこれだけ。もう一度どうぞ。ファララレララシラシレミファソ、もう一度どうぞ。ファララレララシラシレミファソ、どうぞ。ファララレララシラシレミファソ、ミドゾ。ファララレララシラシレミファソ、ラスト2ドゾ。ファララレララシラシレミファソ、ラストドゾ。ファララレララシそう、はい、大丈夫ですかね。指つけます。ファーラーラーレーラーラーシーラーシーレーミ、そうレー、真ん中のレは上開けます。そのこから見に行くときに上閉める、このスイッチを忘れないでくださいね。こうなると必ず音当たりません。ひっくり返ります。レーミーファーソーで、その時に上がるカットを入れるか、スメアかどっちか入れるケースが多いかな。うん、そうですね。ファーララレララシラシレミファソという形になります。はい、一緒に歌と指と一緒にいきましょう。ファーラーですね。どうぞ。ファーラーラーレララシラシレミファソ。そう。僕割とこの何ですかフレーズの頭、今ワンフレーズのこの頭でスメア使うこと多いです。はい、もう一度いきましょう。どうぞ。ファーラーラーレララシラシレミファソ。にどうぞ。ファーラーラーレーラーラーシーラーシーレーミファーソー、にどうぞ。ファーラーラーレーラーラーシーラーシーレーミファーソー、にどうぞ。ファーラーラーレーラーラーシーラーシーレーミファーソー、今こうやってますけど、 C ら C のとこ、これロールもありえます。ロールバージョンだとファーラーラーレーラーラーシーシーシーレーミファーソーということ、形になります。大丈夫ですかね。あと2回だけ歌いましょう。指と歌一緒にどうぞ。ファーラーラーレーラーラーシーラーシーレーミファーソー、ラストどうぞ。ファーラーラーレーラーラーシーシーシーレーミファーソー、はい、楽器に移します。こうなります。一緒にどうぞ。にどうぞ。にどうぞ。
にだだ。ロールも使ってみましょうか。どうぞ。に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 どうぞ。ラスト、どうぞ。はい、4フレーズ目、3フレーズ目から続けていくと、ラソファのファが次の、リピートした A メロの頭になります。ソで、ソファミファミレシシラソファソ。最初に単音グ、まあ、大原則1と3って言いましたけど、降りてくる時とかちょっと特定のパターンの時にタタ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 
どちらが正しいっていうんでもなく、はい、なんかあの単元が入りやすいパターンっていうのがあります、うん、必ずそこで入るかっていうとそうとも限らないんですけど、はい、ソファミファミレシシラソファ歌でいきましょうか。どうぞ。ソファミファミレシシラソファミドドソファミファミレシシラソファミドドソファミファミレシシラソファミドドソファミファミレシシラソファで僕今歌ってる時にこう歌ってないの分かります？ソファミファミレシシラソファ、この息垂れ流しずっと声出しっぱなしではないですよね。ソファミファミレシシラソファ一拍一拍切れてるんです。ソファミファミレシシラソファ一瞬ですよ。ガバッと上げてブレスできるとかそんな隙間はありません。ソファミファミレシシラソファで、この一瞬間をなぜ開けたいか開けるかっていうと、間を開けたら次の頭がはっきり出るからなんですよね。その頭はとても重要で、はっきりリズムを出したい。タケタヤカタタケタタカタっていうふうにするには、前から音が続いていると、ヤカタディガタダカタ、もう出てる音にさらにプラスをしなきゃいけないんですよ。音楽って強弱は常に相対的なので、ずっとフォルテシモはずっとピアニッシモと一緒なんですってよく言われます。はい、本当そうだと思います。変化なんですよね。だから、頭を際立たせるには前を一瞬間を空けておいた方がはっきり出るということになります。で、しかもハンプティダンプティハンプティダンプティ前によって間が空いてるところにその隙間が入るっていう感じなので、結構そこはなんていうか、こうやって円運動してるとこの上のこのお休みしてる感じっていうか、しっかりふわーっと浮き上がって待ってるっていう感覚がないと
タカタってこうやって前に詰まった感じを聞くと慣れるまではそれに引きずられてタカタ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 ってどんどん前に行っちゃうんですよね。これあのジグのリズムに挑戦した時にみんな陥る罠なんですけど、走ってっちゃうんですどんどん。なのでやーかた隙間やーかた隙間やーかた隙間ぐらいに思ってた方が捉えやすいんじゃないかなと僕は思います。レミファソファミファミレシシラソファね、そういう耳で聞くと多分隙間が空いてるのが聞き取れると思うんです。でこれ今ゆっくりだからレミファソファミファミレシシラソファっていう風に隙間が聞こえるんですけれど、テンポ上がるとレミファソファミファミレシシラソファ、本人は僕は隙間を開けてます。開けないとレミファソファミファミレシシラソファってこうなります。間開けるとレミファソファミファミレシシラソファね、ちょっと違って聞こえると思うんですけど、それを知らずに早い演奏録音なんかを聞くと、さもダラ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 とつなげてるように聞こえるっていうのがアイリッシュの、一つの大きな罠だと僕は思っています。結構たくさんブチブチ切って間を空けることでリズムを作ってる。リールでもホーンパイプでもポルカでもそうです。はい、なので歌う時もレミファソファミファミレシシラソファね、ちょっと隙間があると思ってた方がつかみやすいんじゃないでしょうか。さあ、ね、指もつけましょう。レミファソファミレミファソスメアかな、半分開けてタンギングしながらで、その帰りこのね下がるカットっていうのを、僕はちょいちょい入れるんですけど、下がるカットまあそこまで重要じゃないったら怒られるな。まあ上がるカットの方が重要なことが多いんですが、下がるカットどこでも入れるかっていうと入れられるんですけれど、機動力つまり動きやすいかどうかの問題で圧倒的に人差し指に入れる人が多いんですよね。ゆっくりやるとこれだけなんですけど、これが全部の指でまあできるんですけど、できますね、できるんですけれど、もっと速くなっていった時にとてもじゃないけどねじ込めなくなってくるっていった時に人差し指だけ奇跡的にねじ込める運動能力を持ってるみたいな感じで、人差し指だけ時々下がるカットっていうのが入っているっていうのだけちょっと頭の片隅に入れておいてください。無理に真似しなくても構いません。なのでソファミファー、ここもスメアつけてるかな、ファーミ、この、ファの時のスメア、このね、ミの指、中指の指は間隔が大きいので、でこうミ全部塞いだ状態からやるとかなり気持ち悪くなります。だからもう必ず半分開けた状態で滑らせながら上に上げる。で今このタンギングして半分開けるまでの間を無音にしておかないと、さっきの音出しっぱなしにしてしまうとこうなっちゃうわけですよね。だから無音の間に準備セットして、ここカットが欲しいですね。こういう感じです。ソファミソファミファミレシシラソファ歌と指で言ってみましょう。どうぞ。ソファミファミレシシラソファ、もう一度どうぞ。ソファミファミレシシラソファ、にどうぞ。
ソファミファミレシシラソファにどうぞ。ソファミファミレシシラソファにラソツどうぞ。ソファミファミレシシラソファラストどうぞ。ソファミファミレシシラソファ。はい、危ない人は繰り返してくださいね。そして、これを笛に移します。一緒に行きましょう。どうぞ。に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 どうぞ。ラスト2回どうぞ。ソファミファミレシシラソファラストどうぞ。ソファミファミレシシラソファ。はい、これで、A メロのパーツすべて揃いました。頭から全部つなげると歌でいくとどうぞ。ファラレララシラシレラソファラレファミレシシラソファラレララシラシレミファソファミファミレシシラソファというふうになります。ね、ブレスいっぱい空いてますよね。多分今歌ったのを参考に一回ブレスを開けてください。でこれは、笛で練習するよりも歌でブレスを開ける練習、穴を開ける練習をした方が、はるかに楽です。でブレスはここでも開けられる、ここでも開けられるっていっぱい穴だらけにしておくと、安心材料になります。なんかここでしか吸えないっていうふうに決めてしまって、ここは吸えない、ここは吸えないってすればするほど大変なことになります。メンタル的にもきついです。なので、まあ穴開けすぎじゃないっていうぐらい最初開けて、そしてあとは自然にワンブレスが取れるように少し数を調整するぐらいのつもりが良いんじゃないかなと思います。もう一回歌ってみましょう。どうぞ。ファラレララシラシレラソファラレファミレシシラソファラレララシラシレミファソファミファミレシシラソファラレララシシレラソファラレファミレシシラソファラレララシラシレミファソファミファミレシシラシ、後半繰り返しまで言っちゃいました、ね。繰り返した時にさっきシのロールを入れた時ところに、ちょうどブレスが入ったと思うんですけど、そういう感じで繰り返してくると最初余裕で持ってたところはブレスの場所に変わったりします。はい、では、今この歌でまだブレスついていけないっていう方は今のを何回か繰り返してくださいね。ここ結構重要だったりします。歌と指で一緒に行きましょう。どうぞ。ファラレララシラシレラソファラレファミレシシラソファラレララシシレミファソファミファミレシシラソファラレララシラシレラソファラレファミレシシラソファラレララシラシレミファソファミファミレシラシミファ、そうですね、ミファって最後終わります。そのファが次の B メロの頭になるということです。はい、今わざとねブレスの場所を変えてみました。これぐらい変わってきます。何回も何回も歌っていろんなところでブレス、吸えるようにしてください。もう一回だけ歌と指でいきましょうか。どうぞ。
ファナナレララシラシレラソファラレファミレシシラソファラレララシラシレミファソファミファミレシシラソファラナレララシシレラソファラナレファミレシシラソファラナレララシラシレファソファミファミレシラシミファ。はい、大丈夫ですかね。はい、楽器に移してみましょう。どうぞ。大丈夫ですか？もう一回行きましょう。どーどー。大丈夫ですかね。ラストいきましょう。どーどー。大丈夫でしょうか。これを何回も何回も繰り返して A メロができた方、次に行きましょう。できてない方は A メロをしつこくしつこく何回もやってください。B メロ行きます。こういう形になります。はい、今最後のファーが、戻ってきて A メロの頭、繰り返しの A メロの頭になります。B メロの最初のフレーズいきましょう。ここまで、ファーシシファーナナファーミファーレーミファー。そう、ちょっとね音域高いんですけれど、オクターブ下げても構いませんし、裏声でも全然構いません。ただできるだけ正しい音程、いい音程で歌う方が、自分が正しい声で歌えるってことは、正しくその音をイメージできてるっていうことになります。そうすると、笛を吹いてる時もいい音程になります。笛を吹いてた音程が悪いという人は、だいたい正しい音程で歌えてなかったり、するんですね。音程がも歌ってても悪かったりすると、笛を吹いててもその音程の正しい音程の的っていうんですかね、ど真ん中を意識してなかったりするので、音痴になっちゃったりします、ね、笛ってのはこの完璧に音程が出るようにできてないので、自分でイメージした通りの音程になっていくんですね。なので正しい音で歌える、正しい音程で歌えるってすごく重要なことになります。必ずしもね美声じゃなくても構いません。しゃがれ声でもいい音程と、そしていいリズムで歌ってあげるっていう感じですかね。はい、
これが最初の B メロの一フレーズ目です。ファシシファナナファミファレミファですね。歌で言ってみましょう。どうぞ。ファシシファナナファミファレミファミ、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 どうぞ。ファシシファナナファミファレミファ、ラスト、どうぞ。ファシシファナナファミファレミファ、はい、できましたかね。指つけます。ファシシ、これもファシシカットしてもいいですし、ファシシタンギングでも構いません。ファシシファナナファミファ、うん、ファミファ、僕割とここ入れることがあるかも。うん、カッ、あの上がるカット入れますね。ファ、最初のカット、あのカット入れられないんですけど、上がってないので、ファミファレミファ最後のもう上がるカットかな、あるいはスメアかな。はい、ゆっくり指と歌で一緒にいきましょう。どうぞ。ファシシファナナファミファレミファミ、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 どうぞ。ファシシファナナファミファレミファ、ラスト、どうぞ。ファシシファナナファミファレミファ、はい、大丈夫ですかね。では楽器に移してみましょう。行ってみます。どうぞ。に、どうぞ。に、どうぞ。に、どうぞ。にどうぞ。にどうぞ。にどうぞ。ラスト、ツー、どうぞ。ラスト、どうぞ。はい、B メロ2フレーズ目、B メロの1フレーズ目からつなげると、2フレーズ目だけやると、こうなります。ファシシファナナファミレミミミファです。はい、歌でいきましょう。ファシシファナナファミレミミミファです。ゆっくりいきましょう。どうぞ。ファシシファナナファミレミミミファ
にどうぞ。ファシシファラララファミレミミミファ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 ラスト2どうぞ。ファシファラララファミレミミファラストどうぞ。ファシファラララファミレミミファ OK ですかね。はい、指つけます。ファシシファラララファミレミミミ、はい、これが、もうデフォルトでロールが入ってくる場所になります。ミミミ、まあ、もちろんミミって伸ばしたりブレス入れたりしても構わないですけど、ミミミ、左手の薬指でカットして右手の薬指でタップするミミミですね。ファシシファラララファ、僕ここでこうかな、何かやりますね。とかどっちでも構わないですけど、中指で下がるカットを入れるか、左の薬指で下がるカットを入れるかで、スネアをつけながら、ちょっと複雑ですけどで、最後上がるカット、だいぶ情報量多いですねここね。でも入れるとそれっぽくなる、フレーズです。それっぽいっていう言い方変ですけどね、アイリッシュらしいフレーズになる。ファシシファラララファミレファミレミミミファっていうことです。歌と指でゆっくり言ってみましょう。どうぞ。ファシシファラララファミレミミミファに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 どうぞ。ファシシファラララファミレミミミファ、うん、大丈夫ですかね。はい、じゃあ楽器に移してみますよ。いきます。どうぞ。に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 どうぞ。ラストどうぞ。
大丈夫ですかね。はい。これで B メロ2フレーズ終わったんですね。はい。B メロ1フレーズ目と2フレーズ目を一緒にやると。こうなります。ファシシファナナファミファレミファシシファナナファミレミミミファです。一回だけ歌いましょう。ドドファシシファナナファミファレミファシシファナナファミレミミミファ。危ない人はここ繰り返してください。指もつけます。指と歌。ドドファシシファナナファミファレミファシシファナナファミレミミミファ。はい、楽器に移しましょう。どうぞ。にもう一度どうぞ。難しいですね、ここね、入れてっていう あのジグのリズムにちゃんと入れるってなかなか難しいんですけれど、まあ、やれる人はやってください。もう2回だけいきましょう。どうぞ。まあね、タンギングやった方がリズムは、うん、装飾入れると崩れたりしやすいですね。はい、ラストもう一度だーだ。はい、次いきますよ。危ない人は戻ってください。繰り返さずに A メロ戻るということでした。3フレーズ目4フレーズ目を一緒にいくと、そうか、3フレーズ目だけですね。3フレーズ目だけ、このレミファソーっていうのはさっき A メロでやってるんじゃないかと思います。ファシシファナナファミファレミファソーですね。でそっから先、ソーファミファミレシラシ、これもほとんどはい、もうやってるパーツなんですね。なので歌で3フレーズ目4フレーズ目を一気にいきますよ。ファシシファナナファミファレミファソファミファミレシラシミファミファで次あの B メロの頭に戻ってくるって感じです。3フレーズ目4フレーズ目歌でどうぞ。ファシシファナナファミファレミファソファミファミレシラシミファです。もう一度どうぞ。ファシシファナナファミファレミファソファミファミレシラシミファ、そうラストどうぞ。ファシシファナナファミファレミファソファミファミレシラシミファ、そうもう同じパーツ何回もやってますからね。指もつけますよ。どうぞ。ファシシファナナファミファレミファソファミファミレシラシミファです。もう一度どうぞ。ファシシファナナファミファレミファソファミファミレシラシミファ、そうラストどうぞ。
ファシチファナナファミファレミファソファミファミレシラシミファ楽器に移します。どうぞ。もう一度どうぞ。さあもう一度どうぞ。にどうぞ。大丈夫ですかね、もうパーツは出揃ってるんですけれど、 B メロ 1,2,3,4 フレーズを全部通してやってみましょうか。1回だけ歌いましょうか。ファシシからですね。どうぞ。ファシシファナナファミファレミファシシファナナファミレミミミファシファナナファミファレファソファミファミレシラシ。そう、プレスの場所変わってきますよね。それを意識しながら指と歌ってもう一度一回だけ歌いましょう。どうぞ。ファシシファナナファミファレミファシシファナナファミレミミミファシファナナファミファレファソファミファミレシラシミファシシファナナファミファレミファシシファナナファミレミミミファシファナナファミファレミファソファミファミレシシなソファー。はい、思わず繰り返しちゃいました。そして最後がレシシラソファと降りてきてファナナレララっていう風に、メロに戻っていく、戻っていくために降りてくるって、これだけです。はい、全部出揃いました。 B メロやってみましょう。楽器に移します。どうぞ。大丈夫ですかね。もう一回 B メロいきましょう。で、今度はそのまま A メロに戻ってきますよ。どうぞ。というふうに戻っていくわけです。で、A メロ、A メロ、B メロ、B メロ、戻って A、A、B、B、A、A、B、B というふうに繰り返していくわけですね。じゃあ、A、A、B、B 繰り返し A、A、B、B を何回かやってみましょう。頭からです。どうぞ。
これで完成になります。途中ね、少しずつ装飾が入ったり変装が入ったりしましたけれど、ああいう感じで変化していったり、します、ではちょっとテンポを上げた状態で、3周やってみましょうか。テンポを上げたの無理っていう方はさっきのホイッスルで3回やってるところを何回も、あるいはさらにスピード落としても構いません。音程大丈夫かなちょっとね、冷えてたりすると、いってみましょうか。ガタガタディガタディガタディガタ、ゆっくりセッションテンポぐらいです。ダーダでした。いかがでしたか、このハトマンズランブルズですかね。はい、本日はここまでになります。これを本日1月27日28日土曜日、8時にこれ公開される予定となっておりますけれど、土曜日の間に、早い時間に覚えて、そして1週間かけて、忘れてまた思い出して、忘れて思い出して、忘れて思い出すことで記憶が強くなってきます。7回ぐらい繰り返すと、この記憶っていうのはね、強く強く定着していくので、ぜひこの1週間、フルに使って、できるだけ早い段階で曲をすべて覚えてしまう、あとはその記憶を強くする方に使ってください。そして、前のリールのセットも忘れずに、頑張ってください。来週は同じくジグが続きます。オギャラガズフロリクス、ギャラガズフロリクスっていう、ちょっと、影のある、かっこいい曲を、やりたいと思いますので、楽しみにしていてください。では、本日も、長い間どうもありがとうございました。お疲れ様でした。また来週は、お目にかかりましょう。トヨタコードでした。バイバーイ。